ロックバンド XJAPAN の YOSHIKI さんが16日、ロサンゼルスで行われた米大リーグのドジャースとナショナルズの試合前に、米国国家を生演奏した、音響に不具合が起きるハプニングもあったが、中堅のフィールド上に設置されたピアノで美しい音色を奏でた、演奏の約1時間前にはドジャースの大谷翔平や山本義信と三塁側ベンチで交流、二人からユニフォームが送られ、 記念撮影した後に握手を交わした、ロサンゼルス在住の吉木さんは僕も米国に来て長いが、大谷選手がスーパースターとして米国で頑張っているのは尊敬する、日本人として勇気づけられると語った。